ただ者ではないな。空手か。貴様それでも空手のつもりか。お前にはうってつけの仕事だろ。相手も空手つかりだ。本庄の名残に貴様のような男と立ち会ってみたかったぞ。まだ間に合うぜ。君は一体誰なんだ。鶴木拓馬。長生きしたかったらよく覚えとけ。鶴木、やっぱり来たな。必ずここへ来ると思っていた。頭に受けっとけ。俺はてめえらの敵に回るとな。もし剣琢磨だとすれば、はい、剣の目的は金じゃなくて復讐です。こうなったら殺して金を取り戻すしかないでしょう。こんなにしちゃなかなかやるじゃねえか。憲法には死のように激しい痛みがこもっと。